WNA アカデミー行きはあれか。気を張っていくわよ。あんな子供を襲うとは、こやつら一体何が狙いなんじゃ。逃がしたか。入学希望者の諸君、よくぞ来た。わしが WNA アカデミーの校長じゃ。あっさり入学できそうだぞ。早速じゃが、お主らに忍者としての素質があるかチェックいたす。なんですって？盲点だった。忍者の素質がないものは今すぐお引き取り願おう。うん？うん。ほう、この瞳、まさしく忍者の証。通るがよい。まずい。僕たちの正体を見抜かれたら。ジタバタしてもしょうがないわ。通って、よし。待たれよ。確かに忍者に間違いないのじゃが、お主らどこから来たんじゃ。はい、あっちの方からです。ほう、あっちとはどこじゃ。その子たちは大丈夫じゃ。元龍斎様。二人とも劣気とした忍者に間違いないと思うがな。あ、しかし。それとも、この元龍斎の目が老いぼれたとでも。いえいえ、とんでもございません。通ってよし。ありがとうございます。助かった。あの人が元龍斎様。実際に異常データを採取します。僕らの元データと照合されでもしたら。栄養状態パーフェクトです。本当？やった、スムージーの効果だ。これが俺の指紋だ。おいなー。で体重計に乗るとか最悪。どうか痩せてますように、すっごいスリムになってる。って今は子供だった。じいちゃんが言ってたもう一人のじいちゃん、どこにいるんだ。ガムッチガムッチ。バカ、こら、おとなしくしてろって。じいちゃん、じいちゃん。おお、カッペか。はるばるよく来た。うわ、本物だ。本当に元雲斎じいちゃんそっくり。そりゃ双子じゃからな。違うのは変な傘をかぶってるとこだけだ。ガムッチガムッチ。ああ。おお、そいつがガムッチか。元雲斎から話を聞いておるぞ。ガムッチ。どれ、今日からわしが預かろう。
これでいいじゃろ。源流祭様。おお、お主もよくぞ来た。今日からよろしくお願いします。これから厳しい修行になるが、覚悟は良いか、バーン。はい。え、カバーン？俺はカバーンじゃなくてバーンだ。なんだ、そっか。お前は誰だ？おいらはカッペ。よろしくな。ば、あ、なんだっけ。ば、バカーン。バーンだ。覚えたか？そうだそうだ。お前も新入生か？それを言うなら新入生だ、田舎っぺ。なんだこれ。やめんか、二人とも。データチェックをすり抜けたけど、妙だな。僕らのデータは本部にすでにあるはずなのに、うん、まあでもひとまずは潜入できたわね。ビルの屋上や公園で寝るのに比べたらだいぶいいわ。うわ、確かに。ここなら毎日剣道の修行ができるぞ。お前はさっきの、なんだお前、剣道なんてダッセーことやってんのか。なんだと、そんなマリ遊びなんかより剣道の方がかっけーだろ。はあ、マリ遊びじゃねえし、バスケも知らねえのかお前。なに、やるか。だったら勝負しろ。絶対負けねえ。おい、これどうやって勝負するんだ。本部のどこかに忍者ガムの研究データが保管されてるはずよ。一刻も早く潜入したいところだけど、入念な偵察が必要だな。皆さん、入学おめでとうございます。WNA 世界忍者協会総長のルークです。今回は総勢100名もの新入生がこのアカデミーに集まりました。一人一人が立派な忍者へと成長し、その力を人類の平和と発展のために役立ててくれることを願います。ということで、まずはお主らの忍びとしての実力を見せてもらおう。腕試しの忍者らバトルじゃ。忍者バトル？忍者らバトルとはすなわち、ガムウェポンを使いこなして戦い合うことじゃ。受け取れ。What？ 何これ。これは嘘だろ。なんでここに。これは忍者ガムだ。いかにも。これを噛めば、お主らの中に眠る忍びの力が目覚めるのじゃ。マジ？へえ。じゃあこれで憧れの忍者になれるってことか。子供が食べて大丈夫なの？大丈夫？うめえ。そうだろう。うまいだろう。そのフレーバーはこだわりの。喜んでる場合じゃないでしょ。なんだ。え？力が湧いてくる。こんなこともできるわ。悪影響はないみたいだな。でもこのままどう戦いっていうの？お前たち見てな。こうやるんだ。かっけー。あの子は使い方まで知ってるのか。うん、彼のようにガムウェポンをうまく使いこなすのじゃ。オッケー。ああすれば武器になるのね。わお、超クール。へえ、面白いじゃん。これはうかうかしてられないわ。
見ちゃいられないな、君たち。なんだあいつ。いいかい、物理的な思考が重要なんだ。ガム風船を作るには、まずガムで舌を密閉して空気が漏れないようにする必要がある。あんた何言ってんの。つまりアッカンベーのように舌を突き出せば、誰でもすぐに舌を密閉させ膨らませることができるんだ。よくわかんないけど、アッカンベーだな。アッカンベー。本当にアッカンベーしろとは言ってないけど。やった、できたぜ。準備はできたようじゃな。ではいざ尋常に、忍者ラバトルエキシビジョンマッチ、レディーゴー。行くぜ。うりゃふん。軽く遊んでやるわ。ベレッカ、後ろは任せろ。頼んだわよ。ジェーンか。ガムウェポン、面白いわね。あんなものを開発していたとは知らなかったわ。君でも知らないことがあるのか。全ての機密情報をハッキングしてるとでも。あいつら。さあ、どこからでもかかってこい。とっ、うりゃ。おっと、邪魔だ。おっと、何が後ろは任せろよ。よそ見なんかしちゃって、あたいが遊んであげる。ビビんないんだ、すごい。やる。剣道の修行の成果を見せてやる。上等だぜ。剣術タイプのカッペイに対し、バーンは空撃タイプか。こりゃ見物じゃわ。固定。どう当たるかよ。気合い。やったー。どうだ、見たか。くそ、カマチ。この子たち、ガキンチョだと思って舐めたら痛い目見るわね。何ブツブツ言ってるの。その喋り方、なんかおばさんみたい。おば、おばさんですって。じゃあ最近不穏な動きは。例えば。いや、忘れてくれ。面白いわ。この子たち、初めて忍者ガム使ったとは思えないわ。おお、あの子はガードのセンスに長けているの。仲間のサポート役としても活躍できそうじゃ。お前の後ろ、ガラ空きだぜ。うお、くらえ。とどめだ。どうした、諦めたか。お前の攻撃はもう見切った。真剣シラハドアキ。カッペイよ、精進あるのみじゃ。ああ。な、なんだこいつは。うわぁ、ごめんち。未確認生物か、実に興味深いぞ。うわガムチ、ガムチ、ガムチ。
はあ、いよ、はあ、うわぁ、やめてください。待て、やった私を甘く見ないことね。あいつ、どこに逃げたんだ。お、おお、食堂があったのか。おお、さっきのお返しだよ。わつら、先が思いやられるの。くるくる避けてばかりいないで頑張ってきなさいよ。ミーが得意なのはこれだけじゃないけど。見てる、こっちの目が回りそう。あんたどこ行ってたのよ。すっごい大変だったんだからね。ごめんごめん。初めての忍者のバトルにしては上出来じゃ。おぬしら、期待しておるぞ。忍者のバトルか、なかなか面白かったわ。次は全員あたいがぶっ潰してやるから。おいお前、今日は俺の勝ちだな。何言ってんだ、オイラの勝ちに決まってるだろ。言っとくけど、俺はまだ 50% の力しか出してなかったからな。オイラは 20% しか出してないけど。もねー、やるか。明日は絶対に筋肉痛ね。誰かさんはあんなにすぐやられちゃうし。でもその代わり、いいものを見つけたよ。いいもの？ベレッカ、うん、こっちこっち。いいものってこれだ。うわ、どうだい、これだけ食材があれば毎日いろんなスムージーが試し放題だ。いやいや、勝手に使っちゃダメでしょ。気にするでない。うわ、お主らは育ち盛りじゃ。好きなだけ使うがよい。まっつ、割といける味じゃの。もう一杯。さすが源流祭様、違いがお分かりですね。バータンとベレッカが入学したということは常に監視下にいるということか。逆に好都合かもしれんな。Bye.
やあガムッチ、今日からガムウェポンについてプレゼンするよ。ガムガム。じゃあ早速始めよう。一本刀、刀タイプの武器で機動力と突破力に優れているんだ。ガムム。ガムランチャーで遠くの相手を捕らえ、突撃スラッシュで一気に相手に突進する。ガムガム。そして強力なガム忍術、忍者トルネードで周りの敵を一網打尽に。ガム。これでみんなも決めちゃおう。一本。ガムどうにかアカデミーに入れたものの、すでに忍者ガムが量産されていたとは。こうしちゃいられない。大至急大人に戻るスムージーを完成させないと。次回忍者ら忍びの里のカッペ絶対見てくれよ。